今日この一塁側第3部ということになるんですが、お越しいただきましたのは糸井選手と伊藤選手です。大きな拍手をどうぞ。伊藤さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。伊藤さんはさっきのソフトボール出場されませんでした。楽しみにしてたんですけど。あ、僕ヘッドコーチやった。ヘッドコーチ、はい、途中からなんか岸田コーチとか目立ってましたもんね。ねえ、はい、今日よろしくお願いします。伊藤選手はちょっとマスクかぶりましたけど、はい、打席には立たなかったね。打席はそうですね、多分打てないんでいいです。相当早く感じましたけどね。いや、横から見てて、うん、近いし早かったんで、うん、はい、ストーリーが早いですね。さあ、今日はそんなお二人をお迎えしてお話を進めていきたいと思いますが、こういった場所でトークショーというのも伊藤さん珍しいですよね。なんかね、はい、こういった場所でね、あの特徴も珍しいと言いますかね、ベンチ上ですね、はい、そうです ね、 ね、こういう感じで見れるんですね。こんな感じなんです、はい、全然感じが違いますよね。違います ね、 ね。さあ、伊藤さんは今シーズンこのバファローズに、来てくださって1年目のシーズン終わりましたが、伊藤さんにとってこの1年2013年シーズンはどんなシーズンでした？そうですね、うん、気使ったことはあんまりなかったんですけど、はい、結構気使ったりして疲れました。はい、やっぱり新しいチームというのはね、そうなんですね。ただ、キャンプの前日に宮古島に到着されて、そのまま大地区のキャンプ過ごされましたけども、あの時になんとなく僕が外から見ていて、すんなりもう溶け込んでらっしゃるという感じはしたんですけども。そうですね、みんな明るい人たちばかりなんで、はい、溶け込みやすかったですけど、やっぱりまあ、認めてもらおうっていう、みんなに、あのファンの皆さんにも、うん、はい、まあ、そういう面で必死にやってましたけど、はい、ね、伊藤さんにとっては久しぶりの関西里帰りですもんね。まあ、田舎ですけど、ね、はい、まあ、同じ関西ですもん ね、はい、ね。どうです、やっぱりこの大阪というあの町、大阪神戸はどうでした？やっぱり好きです。あ、本当ですか、はい、ね。そんな糸井選手が入ってくれて今年はね、本当にあのチーム力も本当に、アップするんじゃないかなと思ったんですが、なかなかそうはいかないという。伊藤さんは今シーズンね、はい、正捕手という立場で、シーズンほぼ通されましたけども、はい、今年はどんなシーズンでした？まあ、そうですね、僕的には今年は開幕前に、うん、まあ、100試合出場すると自分で、はい、公言して、まあ、達成できたので、まあ、良かったのは良かったんですけど、うん、まあ、100試合以上出てます。ほとんど1軍で出たのも初めてでしたし、はい、本当にものすごくたくさんの課題というか、うん、まあ、出ることによってすごくいろんなものが見つかったので、まあ、すごくいい1年になったかなと思います。そうですね、はい、これをまたステップアップしていきたいですよね、ここからね。そうですね、これが、ね、まあ、来年以降やっぱりまだレギュラー確約されたわけないので、うん、まあ、この経験を生かせるように頑張りたいと思います。はい、さあ、そんなシーズンでした。糸井さん、今年はね、糸井さんが加入してくださって、これはこれ上位進出かなという感じはあったんですが、なかなかそう簡単にうまくはいきませんでしたね。すいませんそんな風に言ってもらうつもりでしたんじゃないですか。ただ糸井さんは本当に怪我をしながら出た時期もありましたし、トータルで見ると3割も達成して自己最多のホームランも記録されました。個人的にはまずまずシーズンだったんじゃないですか。目標はもっと上なんで満足はしてないですけど、はい、ね、え、糸井さんが来て順位が一つ上がりました。オリックス、糸井さんが抜けて日本ハム順位が大きく下がりました。まあ、そういうこともあったんですけどもね。ただ糸井さん、このチーム見てましてもね、すごい可能性を感じるチームだと思うんですが、糸井さんからご覧になってどんなチームですか、このバファローズというチームは。そうですね、やっぱりもっと上目指して、うん、はい、今必死にやってるっていう雰囲気なんで、うん、はい、その1位になって来年優勝したいです、ね、本当に糸井さんにはチームの牽引役という、ね、期待かかっていると思うんですが、本当もうチームリーダーとしてどんどん引っ張っていってほしいというファンの思いが強いと思いますよ。言葉では引っ張れないんで、はい、背中で引っ張ります大きな背中ですから ね、 ね、大丈夫ですね。伊藤さん、はい、来シーズンね、本当にもう、はい、もうすでにもう来季始まってると思うんですね。どんなシーズンにしたいとお考えですか。そうですね、もう本当にチームとしてもやっぱ優勝を目指してこの結果だったので、うん、本当悔しいのはもうみんな思ってますし、まあ、本当にもう目指すのはいつも上しかないので、はいはい、まあ、優勝できるのが一番ですけど、はい、まずはもう足元を見つめて一個ずつ上がっていけるように頑張りたいと思います。はい、そうですね。さあ、この糸井さんと伊藤さん、2人並んでいただきました。共通点があります。さあ、何でしょう。
ですけど、2人とも時期は違いましたけども、ジャパンのユニフォームを着たんですね。そうなんです。まず糸井さん、今年の WBC、ね、ちょっともうずいぶん前の話になりますけども、やっぱりあの日本代表のユニフォームってまた気持ちが違うんでしょ。そうです ね、はい、ものすごく疲れます。あ、そうです、はい、あの時期的には時間的には短いし、試合数も決して多くはないんですが、それでも疲労度は大きい。そうですね、責任感が感じます、うん、責任感感じます、はい、でもなんかもう日本代表の顔という感じじゃないですか最近は。え、もうすでにそんな感じは、もう土井善しを選ばれて当たり前って感じは。いや、そんなことない。本当ですか。ねえ、でもあのその中で、まあ、今年はちょっと残念な結果になりましたけども、まあ、そこでこの得るものっていうのはかなり大きなものがあるんでしょ。そうですね、うん、やっぱりもう負けられないっていう中でやってたんで、はい、そうですね、まあ、それもシーズンも一緒なんで、はい、それを来年に。そうですね、はいはい、その日本代表、この前のちょうどもう1週間前ですか、伊藤さん、台湾でのゲームありましたけどもね、はい、そこでマスクもかぶられまして、見事なバッティングでヒットも1本出ました、はい、どうですかあのジャパンのユニフォーム。いや、まあちょうどそうですね、うん、ジャパンのユニフォームが、はい、全部の日本代表が統一になった大事な1本目でしたし、はいはい、まあ、そのトップチームとして、まあ、26歳以下というチームでしたけど、うん、やっぱり代表に選ばれるということはすごく、まあ、シーズンとまた違ったプレッシャーというか、うん、すごくなんか一つもミスできないような雰囲気だったので、はい、まあ、そういうなんか普段経験できないプレッシャーというのもあったので、すごく自分にはプラスになりました。特に受ける方では、あの若いこれからプロに入ってこようとする大瀬良投手とボール受けましたね。はい、そうですね、まあ、大瀬良君はすごく日本に騒がれてますし、うん、まあ、ドラフト1位で、まあ、目玉ということで、まあ、受ける方のが逆にもプレッシャーだったので、うん、もう点やれないなと思って、はい、あのピンチ出した時にはガッツポーズも出ました、はい、まあ、そうですね、もうそれぐらいやっぱり勝ちにこだわってましたし、プレッシャーもやっぱり相当なものだったので、うん、まあ、あれは普段と一緒で自然に勝ちたい気持ちというか、もうそういうのが出ただと思います。そうですね、さあそんなこの日本代表のユニフォームを今年は着用した2人ということになるんですが、糸井さんね、まあ、バーローズというチームも本当来年はもう上しかないという、シーズンではあると思うんですけども、今年チームメイトの伊藤選手と一緒に戦ったんですが、伊藤さんは糸井さんからご覧です、どんな選手ですか。難しい質問かもしれません。難しいです ね、全く打ち合わせ何もないですよこれ、ごめんなさい。去年までは結構打ちやすいリードしてくれたんで、はい、結構好きでした僕。そういう意味で、はいはい、去年はオリックス戦糸井さんよく打ったんですよ、3割以上ね、3割もかなり高い3割の打率残されてると思うんですよね。そういうリードしてくれたので好きだった。ただ、はい、まあ、今年はやっぱ後ろから見てて、うん、もうインコースがアンついたり、はい、攻めのキャッあのリードが結構目立ったんで、はいはい、かっこええな思ってました。かっこいい、はい、センターからライトからご覧になってて、なるほどね、そうなんです。その辺は少し変わったことは伊藤さんあるんですか、リード面というのは。いや、リード面はそうですね、まあ、全然満足できないですし、うん、日々勉強なんですけど、まあ、もっとガンガン攻めていければなと思いますし、まあ、そこはピッチャーとの兼ね合いなんで、はい、まあ、そこはお互いも相談しながら、まあ、特に逃げてるつもりはないので、はいはい、そうですね、はい、さあそんな伊藤捕手は去年までは敵として見ていた糸井さん、今年はチームメイトになりました。この背番号7番はどういうふうに映ってますか。いや、まずはそうですね、はい、もう相手チームの、まあ、去年に、まあ、優勝しているチームのクリーンアップ打ってて、うん、はい、まあ、まさか本当にチームメイトになると思わなかったので、うんうん、もう、もちろん来年はどうやって対策していこうかっていうふうに話しているところだったので、はい、まあ、味方になってやっぱりすげえなっていうふうに思いますね、はい、糸井さんを後ろから見てかっこいいなと思っていたんですが、実際に糸井さんのプレーをご覧ってすげえなと思ったという。いやー、本当そうですね、うん、僕が本当に 何してもすごいんですけど、はい、膝を怪我されて、はい、痛みを押しながらもホームランを量産したところ、うんうん、やっぱり超人だなと思いました。
まさに超人というね、今年のファンフェスタのテーマが超人というね、人超えるという、まあ、その域に達するのが糸井さんなのかなと思ってた。糸井さん、あの時本当に足痛めながらという時期ありました。5月でしたかね。あの時全然この率が落ちなかったですよね。その後つけきましたね、うん、ああやっぱそう、はい、あ治ってから、ね、治ってからつけきました、はい、逆にそれかばってる部分ってのあったんですよね。やっぱ DH とかで出てて、はい、あんまり走らないじゃないですか、うんうん、で体力落ちたんですね、はい、疲れました。なるほど、はい、なるほど。でも糸井選手はもともとはピッチャーで野手に転向されて、まあ、ここまですごいチームに上り詰めた方なんですが、糸井さんピッチャーに対する未練っていうのはないですか？たまに投げようかな思うんですけど全然ないです、はい、ね、やっぱりでもそのバッターでね今は極めてらっしゃるんですが、糸井さんはずっとキャッチャーなんですか？僕はまあそうですね、キャッチャーがメインでしたけど、はい、まあ本当はキャッチャーやりたくなかったのが正直なところ。それはまたなんで？いや、キャッチャーってもうなんか、まあ、僕のイメージですけど動けない人がやるみたいな。あー、なるほどね、はい、小さい頃はそうだったんで、うんうん、まあ本当はキャッチャー以外がやりたかったんですけど、はい、まあこれも僕の運命だなと思って今やってますけど、ね、でもそのキャッチャーのイメージを変えるという点ではいいかもしれませんね。そうです ね、 ね、自分としてはもうキャッチャーらしくない体型だと思ってますし、はい、まあ、今より体がごつくなればいいんですけど、うん、まあ、これも一つの売りにしたいなと思いますね。なんとスマートでこうキャッチャーのイメージを覆すというのが伊藤選手なんですが、伊藤さん今年はバッティングよく打ちましたね。そうですね、うん、去年の秋のキャンプから、はい、もう徹底して自分が試合に出るためにはバッティングも大事だと思って、まあ、本当に小さい頃教えてもらったことを基本に帰って、うん、はい、まあ、今年の成績残せたんで、まあ、多分誰もこんな成績残すと思わなかったと思うんですけど、うん、まあ、良かったですね。え、もう一時3割乗るんじゃないかという時期もあったんですがね、しかし本当に8番、まあ、9番打つという中で打率は大したもんだと、ね、ございますね。さあ、糸井さんなんかいろんなチームメートからね、どうやって打つんですかなんて質問があると思うんですけども、そんな選手にこうアドバイスなんかされるんですか？そうです、糸井コーチ、糸井コーチ、まだまだ、ええ、ダメですね、はい、でもなんか俊太選手が一緒にこうケージ並んで打ってると、糸井さんと一緒に打ってるとね、自分までが同じように打てるような感じがするなんてこと言ってましたけども、それぐらい影響力があるんですよね、うん、ありがとうございますね、え、はい、本当にね。さあ、そんなお二人なんですが、糸井さん、まあ、さっきも重複するんですよね、まあ、来年に向けて、バロッツは今シーズン残念ながら、まあ、5位という1位にあったんですけど、来年はもちろん今日集まりのファンの皆さん、それ以上もう優勝、そして、まあ、最低でもこの、クライマックス進出というところを望んでいらっしゃいます、その辺も含めて糸井さんから決意のほど来年に向けてファンの皆さんにお願いしたいと思います。1年間、温かいご声援ありがとうございます、はい、来年はオリックスバファローズが、うん、熱いです。熱い、はい、また皆さんの熱い、ご声援受けて僕らも頑張りたいと思います、はい、また応援よろしくお願いします。はい、ね、力強い言葉が聞かれたんですが、糸井さんのバットで来年何勝ぐらいつけてくださいます？ちょっと今計算してるんです、いろいろと、はい、金子投手と西投手が今日このトークショーで、2人で30勝で、ルーキーの、ピッチャー吉田投手と東明投手が2桁、これで50勝いってます。ピッチャーで50勝です。さあ、バッター糸井選手何勝を運んでくれますか？そうです、じゃあ糸井とコンビで、糸井とコンビで30勝、これで80勝ですよ。ということは144から80引くと負けが64、貯金が16、優勝が見えてきましたね。ただコンビですからね。あ、コンビでね、コンビで、でもそれで30勝でしょ。大したもんですよ。伊藤さん30勝くれます？はい、だったね、これも力強い言葉ですね。さあ、伊藤さん、来年に向けての決意をお願いしたいと思います。1年間温かいご声援ありがとうございました。そうですね、僕としては本当チームの勝利に貢献もっとできるように頑張りたいですし、今年の自分の
成績はそこまで納得したいので、もっとキャッチャーらしくチームをガンガン引っ張っていくように頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。来シーズンに向けてお二人から、まあ、力強い言葉を聞かれました。来シーズンもこれまで以上に、糸井選手、伊藤選手に大きな声援をお願いしたいと思います。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。